どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は無限地獄周回やっていきます。ボスをねザックザックと倒していきますね。パーティーこちら、ルビーニャン3体そしてサファイニャン3体です。基本的にルビーニャンだけで戦っていきます。装備だけどもルビーニャンは吸血の牙、そしてサファイニャンが鬼人のバッジ、これですね。では早速やっていきましょう。まずは地獄オオサンショウからですね、行こうか。まずはどこに目玉が来るかだね。ルビニャはこの素早さがね速くないんだわ。まあ速いんだけども宝石系で、うん、すごい遅い方なんでちょっと嫌なんだよね。でもその分攻撃力が高いので、うん、大丈夫と思います。ダイヤニャンとちょっと似てるかな。ダイヤニャンとダイヤニャンは攻撃力がルビーニャンより低いけど素早さはルビーニャンよりも上っていう妖怪。うん、でもね妖怪ウォッチ1、まあ、1に関わらず、まあ、2も3もだったんだけど素早さが重要なんだよねこのゲームって。あー外れ、真ん中行くか。どうした、お金、もう全然お金いらないんだけどね。でこの素早さがどうなるかだなー。本当に素早さが今のルビーニャの素早さが、まあ、大体180から200ぐらいです。うん、クローニーとやった時はねこの素早さがちょっとイマイチだったの。でも周回するにあたっては十分な素早さじゃないかな。どうだろうね、うん、わかりませんけども。で問題のドンドロ、うん、ドンドロの目玉が逆だった時はもうその時はもうサファイアン回して戦わせましょう。じゃないとねちょっと時間がかかりすぎてもうダラダラなっちゃうんで、そこはちょっと回していきます。次どこだ。まあまあ同じところに出てくるっていうことが多々あったんで今までね、同じところ狙います。でダメだったらここ行こう。これ3択だけどね当たらないとき本当だから仕組んでるだろうっていうぐらい当たんないもんね。これ当たらん。はい、次ここは当たるっしょ。うんうん、ルビニャン攻撃はそうね、ダイヤニャンの2割増しぐらいか。うっそ、外れやし、仕方ない、うん、よくあることだけどね。さっと倒しましょう。あとルビーニャンは取り付きが少ないよね。取り付きが少ない、全ステアップでめちゃくちゃ強くなるんで結構取り付きやってほしいんだけどもそんなにしないんだよね。サファイニャンとかはやるのよ。ダイヤニャンよく取り付きやるんだけど、ルビーニャンはね脳筋なんだよな。攻撃しかしてくれない。まあまあいいことかもしれないけどね。はい、では地獄オオサンショウ倒した、次行きます。では2体目おのぼりクロトン行きましょう。ここをまあチャンスの間に完全に倒しきれればいいかな。うん、素早さは十分かなっていうところだと思うんだよね。よっしゃ、
どうだ。ああ、妖術を使うとね、耐性があるからダメージが全然通らない。いけてるね。いけてるいけてる。うん。いや、大丈夫か。チャンスの間に倒しきれるかな。ちょっとなんか不安になってきた。いけるか。ああ大丈夫ね。オッケー。はい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 。まあまあおそらくスピードは十分かもしんない。うん、確かにサファイニャはめちゃくちゃいいけど、ルビーニャンでも十分っぽいです。次行こう。はい、続いて第8サンズマル。ここも余裕でしょう。ここはね、サファイニャンが苦手な場所だからね。うーん、一応回復だから倒しとくか。そんな時間もかかんないし。大丈夫そうね。おっと、逃がすな。大丈夫か。あ、これ取り付きもらってるやつのダメージ全然違うな。もういいでしょ。そのまま真ん中狙っていきましょう。多分攻撃されたとしても1回ぐらいじゃない。うん、押せ押せ。余裕余裕余裕。はい、全然いける全然いけるね。うん、素早さも別に大丈夫そうです。ということで次に行きましょう。月影入道。ここもまあもちろん余裕だね。よし。ルビーにはダメージがね高いんで、 HP 回復もしっかりできるので余裕だわ。全然大丈夫。回復するもんねやっぱりね。全然ダイヤニャンの2割増しで回復していくんでいける。ただ敵の攻撃頻度が若干多い気がする。うん、まあまあ仕方ないね。そこは OK、 行きましょう行きましょう。お、倒しきれるか。あー食らうけどまあ大丈夫よ。2回攻撃すれば回復するだろうし。はい、余裕。次行きましょう。はい、そうね、大丈夫かな。うん、問題はちょっとドンドロぐらいかな。行くぞ、肝なし先生。チャンスにしたいな。チャンス取りたいな。オッケー。ちょっと泳がせとく。若干泳がせようか。オッケー、一個一個は潰して。ちょっと泳がせとこう。ああ、まあ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 、大丈夫。HP 吸収しろ。吸収、オッケー。トーン。よし、あとは。押せ押せだ。よし。ああ、経験値か。こういう時にね、なんかレベル上げ途中のやつを入れてきたくなるよね。余裕で倒しましょう。弱点なんだ。まあまあいいかな。特に関係ないし。はい、あと一発。はい、フィニッシュでーす。余裕。うん、全然いける。ということで次行こう。よっしゃ、国宝影マッサー。
いけるでしょう。このまんま直狙いで、うん、おいおい、2回攻撃ぐらいか。これサファイアとかだったら3回攻撃4回攻撃いくんだけどね。素早さ重要だわ。倒しきれるでしょさすがに、素早さが若干遅いにしても火力があるんでいけるっしょ。はい、必殺技ってあんまり使わないな。そういえば必殺技って基本使わないですよね。まああの対戦の時とかはね何かと使うこともあるんだけど、通常であんま使わないな。よし、はい、おしまい。わあ、嘘、マジか。違う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 、このまま体狙って、うわ回復された。もうマジでだー、もう素早さが遅いから参ったな、参っちゃったよ。はい、まあまあ一応倒しましたけども、そうか素早さ足りないか。ゲソヒゲル大臣、ここもまあ取り憑かれなければそこそこ早くいけるかな。火力はもう全く問題ない。どれぐらい減らせる、半分いけるか。あ、いや半分無理だな、まあ、3分の1ぐらい減らしてもらえれば、まあまあまあいいでしょう。うわあ、何、守りダウン、うん、それはオッケー。あ、そうか、あの目が回るのは赤くなってからだっけ。ギャー、まあまあそれは全然オッケー。はいはい、どんどん攻撃いくよ。よし、次で真っ赤になるね。よし、うん、いいよ、こんな感じ。よし、ああ、そうかそうか。さあ、もったいな。オッケーオッケーオッケー、守りダウンのやつしかしてこない。チャンス、チャンスだよ。あと、もう一回閉じるかな。ああ、よかった、弱点じゃない。ダイヤニアあたりがね、確か雷弱点でちょっときつい時があったんだよな。いやいや、ヒゲは攻撃しなくていいよ。お、いいよ。あ、来た来た、ここで来た、ここで来たけども大丈夫。 OK、 いけるね。おお、結構きつな。よし、あと一発、オッケー、いきましたね。ではラストドンドロ、どっちの目玉で来るかによるね。頼むから物理できて、物理いきましょう。頼むからね、物理弱点の方だよ。真ん中のルビーにはもう回復できるでしょう。どうだ、青は当たりか。しゃあ、まあ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 このまま行こう。いけるいける。あ、ただマクロドンドロをしてきた時がちょっと厳しくなるか。まあその時は前後ろ交換しても大丈夫だね。はい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 、攻撃力ダウンしてるから一番左のルビーニャのダメージがあんまり通らないね。通常攻撃をするんだよ、通常攻撃を。経験値もったいない、せめてお金ぐらいにしとってくれ。
全くの無駄だからね。きたー、やばい。ここでちょっと待って、ここでお祓いしとこう。ちゃ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 、オッケー、あ、オッケー、あ、あー、もういいや戻せ、仕方ない、もう早めに元に戻しちゃった。いやー、混乱しまくってもわけのわからないことばっかりしだしてる。あー、戻ったよ、よし、オッケー、押していって、ギャーギャー、お、大丈夫、よし、まあまあ最初から物理が来てくれてよかったね。ああ、もうやめてくれ、頼むから、どこだ、オッケー、ああ、もうちょっと直したかった。まあいいか、混乱はしてない、うん、混乱はしてないから大丈夫、サボることはあってもね。はい、倒した、運が良かった、運が良かった、最初から物理っていうのでね、良かったです。はい、ということで今日はルビーニャンパーティーやってみました。余裕です、余裕でいけました。ただ攻撃回数が若干他のやつに比べて低めなので、めちゃくちゃおすすめはしません。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。